こんにちは。ここは韓国コレールのキョンプ線、グポ駅です。今日は2月の6日なんですけれども、韓国は、ね、旧正月で、今日までがソルダルということになってまして、今日までだいたい5連休かな、土日月火水、今日水曜日なんですけどね、その5連休大体の韓国内が5連休になっていたと思います。で、まあ、今日ね、皆さんそのいろんな実家とかに帰られてた方々がそれぞれ自分のところに戻ると多いような日になっておりまして、私も一時帰国ということでね、日本の方に帰っておりまして、で今ね、プサンの金明空港まで戻ってきて、今このグポ駅までやってきたところです。ここから列車に乗って私が住んでますグミの方へ向かうわけですけれども、列車のね、切符をあらかじめ取るということを忘れておりましてね、あるかなと思ったらね、案の定もう全部全滅しておりました。バスもね、あるっちゃあるんですけど、キメ空港、ね、プサンの空港からグミの町までのバスっていうのがなかなか少ないんですね。でこの時間帯だと確かねなかったと思うんですよね。でもないからもう仕方ないなということで、ね、もう列車で帰ろうということにしまして、トンテグまでだったらね、部分的にこう列車のシートが空いてたんですね。だからトンテグまで行って、そこからちょっと、まあ、立ち席で他の列車に乗るか、あるいはまあバス、トンテグからだったらね、多分バスが結構あるはずなんでね、それで帰ろうかなと思ってたんですけど、そうするとね、1時間ぐらい、ね、遅くなっちゃうんですね。乗り換えとかあってね、今ねもうすぐ7時になるところです。で、こっちのグポ駅まで来まして、でこう券売機こう見てたらね、この7時19分発で、まあ、無群ファゴなんですけど、これだったらね、グミまで直接行ってくれる列車がありまして、これのね立ち席っていう切符を買ってます。要はまあシートがないんで立っといてくださいねという切符なんですけど、これがね8600ウォンとかで、まあ、だいたい普通にシートに座るよりも、まあ、2割ぐらい安いのかな、まあ、そんな感じの切符で、他のやつだとね、座れるやつはトンテグまでとかなんでね、トンテグでまた乗り換えとかいうことになっちゃうんで、それまたちょっと面倒くさいなということで、その切符に今買い直しをしたところです。今あっちにね KTX サンチョンが止まってまして、あれの次にねやってくるはずです。サンチョン1編成でやってきました。これ客車8両しかないんですけどね、ソルダルでね結構人が動くから、こう増結したりするのかなとか思ったんですけど、1編成でこうやって来てるところを見るとあまりそういったことはしないみたいですね。ちなみにチケットはねこれなんですけど、またピントが合わないんですけどね、これね、グポからグミまで4号車、立ち席とこういう風になってます。しまったな、これの立ち席に乗ってトンテグまで先回りして、それからまた違うね、ミーリャンから合流するなんかソウル行きの列車とかがあるんだったら、それに乗り換えた方が早かったかもしれませんけど、もう行っちゃいましたんでね、仕方がない。今ね、スンチョン行きの列車が到着したんですけど、どこから来たのかなと思ったらね、ポハンってなってるんですよね。ポハンからスンチョンって、またえらい長い距離走っていく列車なんですね。こんな列車あったのかな、新しく新設されたんですかね。ポハンから来る、こっちね、反対側から来たんですよね。ソウル方面、あ、ソウルじゃない。釜山方面から来たんでね、多分東海南部線を下ってきて、でずっとこちらへぐるっと下回ってきたということになると思うんですけど、こんな長距離列車もあるんですね。客車は4両つないで、いましたけれども、それでもやっぱり、まあ、短いということなんですが、結構ね乗車率は高いみたいでね、もうすでに立ち席が出てるような感じですが、さすがソルダルといったところ。4号車まだかろうじて空きがあるっていうか、ここシートなのかなよく分かりませんけどね、とりあえず乗り込みましょう。
い、というわけでグミ駅に着きました。あのね、トンテウ駅からもう乗車率が激しくて、もう身動きがね取れなくなってしまいまして、それまではねこうスマホとか触ってたんですけどね、もうそんなこともできなくなって、大変な混雑ということになりました。結局ね、このグミ駅でもうほとんどこの4号車の中の人たちは降りてしまいまして、まあ、普通の定員状態といったところ、普通にこうシートには座れているって、立ってる人はあまりいないというような状態になってます。だからトンテグからこのグミまでの利用者が大変多いということがこの状況から分かると思います。ね、なんか来年か再来年か分かりませんけど、あのトンテグから、ね、このグミまでは広域電鉄線が走るということになってるそうなんですけど、それは確かにね、ぜひ早くしていただきたいなといったところです。それまでもですね、時間帯によってね、このトンテグからこのグミ、ソウル方向へのこのムグンハ号の列車が1時間に1本とかね、それぐらい1時間に1本というか1時間こう間が空いちゃう、そんな時間帯があるんですね。このなんか19時とか8時、20時とかね、それぐらいの時間帯でね、1時間も列車がないなんていう状況があるんで、そこからね、ちょっとまずなんか改善できないのかなというところ、例えばトンテグ発グミ行きなんていう列車を作ってみてもいいんじゃないかなと思うんですけど、グミ行きはあれか、折り返し設備がねないんですよね、確かなかった。だからそういうのもできないんだろうな。まあそういったところです。それではこの動画ここまでとしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。